幼なじみのコウスケと夏目。夏休みのある日、取り壊し予定の団地で遊んでいると突然、不思議な現象に巻き込まれる。二人の思い出が詰まった団地が大海原を漂流する。元の世界へ戻れるのか。ひと夏の別れの旅が始まる。雨を告げる漂流団地。